高来の創設者、王権高来王は、駒の国王で、姓は、王氏。過去の詳細は、以下の表で王名を参照。王権が高来を建国したが、第23代、高僧の1258年に、元朝に服属した。後の第25代中列王の1287年からは、高来王は、政党行商たちロハナアカをね、元朝の俗国となったが、 京瓶王時代の1356年に、元朝の衰退とともに、元朝を離れ、民に服属した。13世紀から14世紀までは、元朝の中央官庁、中諸省の出先機関である、行中諸省の一つであり、政党行中諸省が正式名称である。官庁の滅亡までこれは続き、航栗との混交を避けるために、中国では、王子高来と呼んでいる。 なお、元朝復族時代の第23代から第30代国王の死亡には、元朝の中心を示す、ただしが付けられている。元朝への復族前は、中華に対しては、国王と称していたが、それ以外の主に国内向けでは、皇帝、天使と称しており、その場合は、後来皇帝もしくは、怪盗天使と呼称された。怪盗は朝鮮を指す過去である。経図を 第十七代までとそれ以降に分割して示す。この系図は、各王朝での生死、王位の争いを理解する上で重要である。植え付き数字は、高来歴代王の順序を示し、下段のッコ内は、母の名である。ありがとうございます。